新四の津村は北海道石狩振興局管内北部にある管内、唯一の村。村名は母村だった篠の津村に由来する。篠の津はアイヌ語のチリノの意。石狩振興局管内北東部に位置。また、道管内では唯一の村であり、人口規模も最小である。東部は石狩川に接し、対岸に岩見沢市、北村地域がある。 村域のすべては石狩平野の中にあり、村面積のほとんどは水田となっている。特別豪雪地帯。隣接する江別市と2008年度の合併を目指して協議が行われていたが、農業政策の不一致などを理由に2008年7月10日をもって合併協議が打ち切られた。基幹産業は農業。石狩振興局の自治体ではあるが、 空地総合振興局の岩見沢市と経済的な結びつきが強く、特に小売業においては岩見沢市の一時証券に属するほど、新篠津中学校新篠津小学校村内に鉄道路線はない。村東部の最寄り駅は石狩川を渡り約8キロメートル東に進んだところにある函館本線上ホロムイ駅である。村西部の最寄り駅は 東別町との町境付近を薩沼線が通っており、北海道医療大学駅が付近にある。またかつては、殺傷線の石狩金沢駅や元中小屋駅なども村西部の最寄りであったが、2020年5月8日に廃止された。市の津湖の北側に位置する市想の地名期限は1894年に、兵庫県の旧市村群の住民らが、 開墾団として入職したことによる。思想の致命期限の発見の経緯や開拓団の具体的な記録はデジタル工房本門の映像作品北の大地の思想にまとめられている。ありがとうございます。